すごいね、ゴーちゃん。こっち、ここ、こっち、こっち、こっち。元気やな、結構。取れないんだよ。あんま無理にやると手がちぎれちゃうから、優しく優しく。僕の手の上に乗せてあげたら。優しくできるよ。めっちゃ動いてるわ、すごい。なんであんなに動いてなかったのかな。あ、もしかして寝てたんじゃない。寝てたんかな。飛ばへん、飛ばへん。でかいな。すごい、すごい、すごい。変わりたい、私も。すごい力やな。あ、いいよいいよ。別にそっちメスの方だ。あ、そっち入れ。どこに行け。ほら。めっちゃ元気。この壁取っちゃいけないの？壁取っちゃダメ。いい。ダメかわかんない。狭いじゃないの？ダメと多いよ。パパに聞いてみ。そうしたらさ、バブルしちゃってさ、メス死んじゃうじゃん。あ、バトルしちゃうからダメ。うん、多分いやダメじゃない。わかんない。まあメスはどこにいるんだ。あ、メスいた。メスあんまり元気じゃないね。No。 そうだね。なんでこんなに。だ、その子は恥ずかしいあまりじゃない。いや、恥ずかしちゃう。私と恥ずかちさんで、恥ずかき、恥ずかちさん、恥ずかしちゃんで、こっちが恥ずかしくないか。元気くん。もうちょっとミスミスにしてる。名前決めた？元気くんとかでもいいじゃん。元気くん。カメラとミカ食べたい。じゃ、これはカブトムシのゼリー。ゼリーの話、ゼリーの話。よし、ふたつ前あげれた。どう食べそう？食べないんだよね。一個も食べてくれないんだよね。気づいてないんじゃ、気づいてないの。あのゼリーすごい。もう普通のゼリーの匂いだ。すごいな、このガムトちゃん。こっちのガムト超やばい。めっちゃちゃんとしたあるやん。マクのパン、イクの。もうこのスチ入れなきゃね。よりはそっちの方が良さそうだよね。で、2匹とも持てるもん。これ当てる？持てるよ。こっちは？あ、そっちも持てるよ。めっちゃ持ってるんですけど。すごいね、ゴーちゃん。こっち、こっち、こっち、こっち。雑最後。ちょっとだけ怖いねんな。ちょっとは怖すぎる。潰れちゃいそうだな。ちょっとこういう挟んだら。おえ、戦ってる？これって大丈夫？おい、こっちはここにいろ。いや。ほら、ほら、かい。ほら、ほら。おんこんら。メスがもうここゼリー置いてあげる。うん、ここにゼリー。食べなさい。お、見てたらいけない。メスどこに行った？メスここにいる。あ、ゼリー入っちゃった。ほら、メスこれだよ。これ。ここ。これ。お、本当だ。メスのオスがメスに乗っちゃったよ。ゼリー。ここに置けばいいじゃん。やっぱりゼリー下に置いた方がいいかな。うん、木はいらない。木いるでしょ。木はいらない。カムトピー、カムトピーね。カムトピーはそっちを食べんの。カムトピーはこれか。いい、ふうじゃそのままでしなくていい。まあ、パパいるから。皆さん食べなさいよ。食べる？ご飯食べるよ。あ、食べてるかも。うまい、食べてるわ。ひ
き見えた。あなた、おうちに持ってきてください。それ持っていきたいんですか。持っていきたいけど。持っていくの。いいって言うんじゃん。見てるよ。いいね。ねえ、お願いどいてください。はるくん、すごいね。パンダと、かわいい。それ、いいかな。いいか。これいっちゃう。なんかこの中でいいものあんのかな。何これ。はい、いた。うん、めいめいか。あ、そうそう、めいめいね。カブトムシ。怖い。怖くないよ、大丈夫。ね、なんかこれ違うよな。順番順番ごく順番。クマ。グーグー。グーグー。クマ。クマ。はい、順番順番。すごい動いてんな。うん。メスやっと外に出たね。うん。どう、ゼリー食べてる？食べない。しか食べてない。うん、食べないんだ。ちょっとしかないってない。なに？が、め、が、めいめ。よくわかんなくなったよ、ゼリー。で、ゼリー、この砂に乗っちゃったからさ、見えないよ。見えない。うん。乗せた方がいいんだね。消えか？消え。ちょっと移動させた方がいいかな、このゼリー。ゴー君持ってくの。うん、持ってきたい。じゃあ、剣もあればいいね。ちなみに、オスのカブトだけ。オスのカブトだけ持ってるの。メスどこに置いとくの。メス、うん、メスここに置いててもいいんだよ。だからメスここに置いて、こっちのカブトはすごいからさ、うん、さ、うん、持ってきたくなっちゃう。ママと相談したの。兄ちゃん、もう相談したよ。いいって言われた。いいって言われただけだよ。ええって言われた。うん。いいって言ってくれたかな。か。聞いてみる。いいのって。か。いいんだけど。メス。いいけど。繰り返った。いいのかなって言ってた。でもいいよって言ってたよ。あ、いいよってさ。ねえ。パパ、さっきさ、オスがさ、ここ、メスはこっちに向いてたでしょ。それでオスはさ、こっちからさ、こっちに向いてさ、こうやって引っ張って。うん。なんで閉めたんだろうか。なんで開けたかの。ハルくん絶対触れへんやろ。うん。何？マウくん。あ、ダメよ。ハルくん触っちゃダメ。カブトちゃん、こういう餌が来るんだよ。カブトちゃんのお知らせです。カブトの餌が増えました。学校で。玄関に置いてる。うん、パニックになってる。パニック。パンパンパニック。ちょっと動させよう、こっちのラブ。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 なんでこんな。なんで？なんもやってないって、なんで自分で言うてんの。パパ見てきていい？いいよ。何してきた？どこいた？どこで何してた？ね、できて、ね、正直に言ってくれるの？うん。ああ、ママには聞かされへん。ね、うん、赤貝の洋服あるんだ
これをね、開封してしようと思ったよね。貝殻の用途なかったからさ、こうやってやっただけ。そっかそっかそっか。ママに内緒でお洋服交換しようとしたの。なかったからさ。仕方ない。だってさ、さ、昨日さ、りーちゃんの結婚式だったでしょ、その時さ、貝殻のやつ